出すのか楽しみですね、はい、いきまーす、はい、じゃじゃん、うん、でアクセント指摘しがち。はい、やりがち。本当にそうですね。他局のニュースとか見ててもさ、うん、今のこのちょっと15のアクセントちょっと違くないですかね。15って言いましたよね、今。15で合ってますよね。とか言ってしまいがち。あるあるです。あるある。みんなデスクに向かってカタカタしてるのに、こっちのカメラ、こっちのテレビに誰かが噛んだりとかすると、パッてみんな。わかる。そう。噛んだ瞬間の。っていう当事者意識も持ちがち。結構切実なんですけど、手品とかモノマネとかやっておけば。わかる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 。あ、すっごいわかる、すっごいわかる。なんかもう入社1年目どころか内定した時代から、アナウンサーだよね、特技何ってあるわけないじゃんって思って、もうなんかそんな人生20年なんて限られてるし、そんな多彩なわけないじゃないですか。もう私に何を求めてるんですかって、アナウンサー合格しただけで許してってめちゃくちゃ言いたいんですけど。めっちゃわかる。求められるんですよ。わかるよ。私も特技ないからすごい困る。本当 に、 そうに苦手なものをあげるのは便利、まあね、苦手なものをあげることはできるんだけど、何ができるって言われて、なんか何かしら、うん、手に、なんだろう、すぐにできる特技っていうのを見つけてれば楽だったなって。いや、モノマネ練習しておいてよかったってすごい思います。確かに、まあ、そうね、お前さんの就活、就職試験の時にも特技の欄はもうモノマネをいっぱい書いて、そうなんだ、で、振られるので、うん、もうやって、うん、それでここまで来たみたいなもんですから。あ、そうなんだ、はい、これは確かに私は良かったな、やっといてっていうのがありますね。にやったらと詳しい、テレビがたくさんと指摘しがち、手品とかモノマネとかやっておけばよかった。どうだろう、一番あるあるはこれじゃないですか、うん、いやでもね、でも私すごいサービスだしねえ、決められないな。天気情報にやたらと詳しい。テレビに向かってアクセント指摘しがち。あ、え、一票やっぱり、うん、はい、手品とかモノマネとかやっておけばよかった。手品とかモノマネとかやっておけばよかった。いやでもこれは本当にみんな悩んでるよ、はい、うん、なんかちょっとこう手に職つけたいよね、パッとできる何かをね。そうそうそう、私も探そうか。皆さん、YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。